さあ、ハンナの中心近くの方に向かっててますけど、あ、ちなみにお値段は、900円、950円でしたね。うん。950円かな。うん。お正月の繁忙料金やってたかな、うん、ですけど。あとでちょっと待って調べとくよ。このところ、ああ。中古のところか。で、これは近鉄じゃなくて名鉄かな？名鉄のちょうどこれが神田口駅か。ここなんだ。あと何だったっけな、お風呂的なところで行くと、まあ、とにかく、全般、そのリニューアルって言っても、その、本当にがっつり工事のして、なんか結構4ヶ月ぐらい、8ヶ月ぐらいからやってたのかなっていうことみたいですね。なのか、めっちゃ、くちゃ綺麗な感じになっておって、うん。内湯は一つ、で、外湯が、1.5 っていうか2みたいな感じになってるんですけど、あ、分かりとるか。おい、2になっててっていう感じだったんですけど、露天風呂がとにかく広い、ところですね。露天風呂の比率が非常に高い。うちはまあ一つありますよっていう感じで、まあ大体6人ぐらいかな。足を伸ばして入るなら6人ぐらいかなっていう感じの、ところだったんですけど、反面、本当、外湯がすごくて、うん。あのね、ちょっとびっくりしたのが、外湯のところに水風呂があるパターンのところなんですよ。で、外湯と内湯に行く間のところに、いわゆるちょっと、外気口、通用口みたいなところがあって、抜けていくところがこれ二重扉になってるんですね。二重扉になっておって、その間のところに、サウナがあると、宴席がしてサウナがあるっていう感じなんで、サウナから出たら、そのまんま外に出て、外の水風呂なんで、あれね、多分水自体は、どうだろう、13、14度ぐらいかなっていう感じなんですけど、外なんで、あれ、特に冬場だったら、体感12度とか11度ぐらいにはなると思いますよ。うん。外ですからね、頭もすぐ冷えるし、で、そのまんま、ダイレクトに、そのもう、だから真横に、もう、くつろぎスペースがあるんで、外気浴できます。いわゆる外の椅子ではないんですけど、がっついとしたのがあるんで、ちゃんとリクライニング、リクライニングというか、寝そべって、リラックスできる、やつが揃ってたんで、あれはすごい、良いと思いますよ。こんなとこ山田自動車あったんや。もうちょっと行かなかったのか？住吉橋やろ？今のところ曲がっても良さそうやったかな。あ、でもバイパスクリップあるはずだもんな。まだまだ奥行っても大丈夫かな。
5番。ナンバー5で5番って読むんだ。なるほど。確かに5番ですからね。で、バロは V トラックなのか。今のところのが良かったかな。こっからは良くなってきそうだもん。それでタスキ投与戦か。それで多分 JR 投与戦ですもんね。亀崎の時価方いっちゃうかな。もうちょっと来たか。どうだ。あ。これであの変速交差点のところだ。そうですね。あの、神崎から歩いたときに、歩いた道の方ですね、多分。だよね。多分これでそうじゃないかな。違うか。全然勘違いしたかな。これで、ね、その先からバイパスが走ってるところら辺じゃないのかな。違うかな。照明見たら、あの時ちょっとこれやったらわかるよ。あ、新町やから合ってるぞ。新町は、合ってるね。よし、オッケーオッケー。ほら、亀崎駅、おっしゃ。はい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 。ね、曲がってったら亀崎駅です。